テレビアニメ化に加えて、実写映画化もされてヒットを飛ばすなど、勢いはますます盛り上がるばかりの、東京卍リベンジャーズ、爆イケン。2017年、底辺の生活を送っているフリーターの花垣ぶどうが、何者かに駅のホームに突き落とされた瞬間、人生の絶頂期だった中学2小当時の2005年にタイムリープ。彼女である橘日向と直人の未来、そして自分自身の運命を変えるべく、暴走族、東京卍会に飛び込んでいき、奮闘していくという物語だ。喧嘩者、暴走者としての面白さに加えて、何より多彩なキャラクターたちの個性とその絆、そして黒幕探しというミステリーの要素で見せる本作。物語のギミックとしての一番大きな要素はタイムリープものというところにあるが、ここで往年の漫画ファンが思い出すのが、1990年から2004年にかけて連載された、ダイモンテイク2、木内一正、渡辺淳だ。同作では、うだつの上がらない暴力団組員、阿久津ジョージが、10年前の1979年にタイムリープ。負け人生のきっかけとなった大学生との喧嘩の場面から人生をやり直して、金の大門をつけて街を闊歩すべくヤクザとして頂点を目指すという物語だ。作品としてのベクトルは違っても、こちらもやはりタイムリープにしてアウトロー。そしてどちらも根強いファンの多い人気作となっているが、なぜ不良者×タイムリープがこんなにも読者を引きつけるのか。一見ミスマッチだからこそ、そのギャップ自体が面白さになっているというのもあるだろう。しかし、ヤンキーと SF という組み合わせは実は親和性が高い。それを教えてくれるのは、それこそ往年のヤンキー漫画だったりもする。アウトロー×タイムリープ。近年のヤンキー漫画をめぐるムーブメントで浮かぶのは、連載終了から11年目にしてテレビドラマ化、加えて劇場映画化もされて大ヒットとなった、今日から俺は、西森博之。もちろん同作はタイムリープものではないが、映像化にあたって監督、脚本の福田雄一は、時代を原作の1988年から1997年当時よりもさらに昔の1981から1982年に設定。そう、時代を遡っているのだ。ダブルコート完全な時代物にした方が世代間ギャップの楽しさが出ると思ったんです。子供が見たら、わからないけどなんか面白い、っていうものを画面に出したかったんですよね。そうすると、80年代初期くらいが一番いい気がして。おそらく子供からしたら、物珍しい格好をした三橋と伊藤は、仮面ライダー、みたいに見えるんじゃないかと思ったんです。わら、今日から俺は。劇場版、劇場パンフレット、もっと言ってしまえば、昔話にしてしまうことで今のモラルやコンプライアンスに反することもかろうじて書き出せるというのもあるだろう。裏を返せば、もはや昔話でしか、いや、昔話でさえ武勇伝は許容されない時代だ。過去に立ち戻って、若さを取り戻したことで、主人公たちは大暴れする。もちろんそこにはもう後悔はしたくないから、また自分を変えたいという思いもある。成長のドラマは漫画の真髄でもあるが、そういう意味ではタイムリープものこそ人間の成長を描くのにふさわしい題材はない。バカができて、がむしゃらになれた時代。そんな過去に対する憧憬がアウトロー×タイムリープにはある。本当は戻れない時代で、未来を知っている今となっては決してそれが長くは続かないとわかっている時代。それだからこその特別な何か。臭
いことを言えば、青春に対する憧憬だ。話を戻して、東京卍は、東京リベンジャーズとして実写映画化されたが、そこでキャスティングされたのは若手イケメン俳優たちだ。その並びの話題性や彼らの人気を見込んでのこともあるだろう。しかしポイントは彼らが、今が旬の存在であることだ。彼ら自身が放つキラキラやギラギラが、あの頃、あの場所で、あの時代を生きていた刹那的な男たちの輝きや危うさや色気に重なる。東京卍を読んでいると、こちらもまた往年のヤンキー漫画である、ホットロード、紡ぎたくのフレーズが頭をよぎる。もう一度あの頃のあの子たちに会いたい。同じ意味での感傷が、東京卍にも漂う。青春を懐かしむタイムリープもの時代も数多いが、その中でも不良者はいつまでもこんな時代は続かないという終わりの気配が色濃い。今となってはヤンキー漫画のイメージはまるでないが、松本太陽もまたはみ出した青春を描いてきた漫画家だ。滋賀1993年に発表した青い春松本太陽短編集小学館の後書きでこんなことを綴っている。ダブルコート学生時代、私は俗に不良と呼ばれるタイプの人間ではありませんでしたが、その類の友人は多く、中略彼らの写真をよく撮らされました。中略、今にして思えば現在をすでに過去として捉えていた彼らにとってカメラというアイテムがとても重要であることも理解できるのです。中略、今は終わる。構想には終止符が打たれる。無茶をしていた少年たちは分別を知る大人になる。またその中で命を落とす人もいる。そこにこそアウトロー×タイムリープの神話性の高さがある。あの時代はあの時代にしかないと語って見せているという意味では、タイムリープもののアウトローものほど倫理観の高い作品はないとも言えるかもしれない。若さならではの大暴れ×その若さも終わるという無常感。実は不良と SF ミスマッチ以上に、そのギャップとそれがもたらす切なさがアウトロー×タイムリープの肝だ。